ツイートをします。よいしょ、なっちゃいました。わーちゃいなに、てか寒い、普通に普通に半袖やけんちょっと寒い。ちゃいな、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 とりこになっちゃいな、ったちゃいな、チャイナ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 タンタン、もう私トリコになトリコになチャイナチャイナチャイナタンタン、次も髪の毛変えるよ、ちゃんと。チャイナって言ったらこのポーズでしょ。強そうじゃない？強そうじゃない？ガエルサンタさん、可愛いギフト。ともゆきさん、ちょっと結婚してギフトスルーしますね。あの、その罰とかどうとかは。マジェスカさん、いいね。浅香さん、ともゆきさん、セリアさん、めっちゃ可愛いチャイナ勝手に勝手にめっちゃ可愛いチャイナ、セリアさん、ありがとうございました。スケさん、結婚式ギフトタワー、ありがとうございます。おでます元気さん、 MJ さん、あら柴犬さん、めっちゃ可愛いタワー、ありがとうございます。ピヨシさん、ぐんぐんぐんしさん、奥行きさん、浅香さん、めっちゃ可愛いタワー、ありがとうございます。イギータさん、ととみちさん、カズマさん、アービンさん、ゆうちゃん、めっちゃ可愛いタワー、ありがとうございます。マジスカさん、アービンさん、王さん、めっちゃ可愛いタワー、ありがとうございます。ちょっとキックはできないですねキックはちょっとできないんですけど、あの手でいくやつぐらいな、おう、こういう、これぐらいならいけますね。チュンリー、何それ、ビンタとかも簡単よ。もうみんながビンタされた気持ちになるには、ここに手を置いてこうやってやったら、もう潰された気分に なりました。どうですか。さやまっちゃさん、ありがとうございます。された気分になりました。あの、皆さん見とれてないで、あの、星投げカウントよろしくお願いいたしますね。つなぎカウントよろしくお願いします。ポーコさん、奇跡の左足さん、ありがとうございます。
まだ優しいですってどんだけ投げてほしいんだ。星投げカウント忘れないでください。よろしくお願いします。そんなに叩かれたい。昼のね、小籠包があったらもっとあれやったね。あ、誰？ TK さん。あら、あら、いっぱい。どうしちゃった。めっちゃ可愛いたわ、TK さん。ありがとうございます。からのマイキさん、マジスカさん、イトちゃん、アービンさん、ストポンさん、ありがとうございます。あ、これ T シャツじゃないよ、ヒートテックですヒートテックなのでお気になさらずT シャツじゃない。ちょっとさすがに寒すぎて半袖のヒートテック着てるだけだから問題ない。さすがに寒いT シャツではないので問題ないです。風邪ひいたら困るじゃん。しゅんさん、すぐるさん、くろさん、ありがとうございます。飲み水さん、めっちゃ可愛いたわ、ありがとうございますひなたさん、ありがとうございます。かずささん、ありがとうございます。長袖のチャイナは持ってなかった。もともと半袖のやつを持っていたのでね。これ紫ちょっと珍しいよね、チャイナにしては。そうでもないかな、なんか赤のチャイナのイメージがあるけど、このようにしました。ケンさん、ホソさん、サーティーさん、キャパさん、奇跡の左足さん、ありがとうございます。似合ってますか？中華料理屋、中華料理屋でバイトできるかもしれない。ニハオ。ニハオ。そう、あえてこの色にした。そう、昼ね、小籠包を食べたけど、それをちょっと今持っとけばめっちゃいい感じやった。青菜、え、青菜サラ着てみたいんよね。多分青剤違ったっけ、着てみたいんですの。あ、マジスカさん似合う、 MJ さん似合う、ありがとうございます。錦鯉さん、浅香さん、日向さん、トムトムさん、ありがとうございます。世界で一番チャイトークに合ってます。もう私は虜になる。じゃあ青菜じゃないや、サラが来たやつ。チマチョゴリだ。
最後着たやつはチマチョゴリでした。もう私は虜になっちゃいのちょいの。ショロンポ美味しかったよ。カモさんめっちゃ可愛いと、ありがとう。とやにゃんさん、やじうまさん、ありがとうございます。まあメールで写真は明日以降、メールで写真はメールで明日以降送りますので、お楽しみに。おとさん、ありがとうございます。ゆかちゃん、にゃんさん、奇跡の左足さん、ありがとうございます。一応次の時間もチャイムなんですけど、23時45分から今日の最終枠でも、髪型ちょっと変えます。自分でできる範囲で変えます。そんなみんなチャイム好きなの？みんな何が好きなんですか？チャイナなんとかか。明日は熊になります。この熊サラピが好きですって。お手本だ。好き好き大好きさん、ポポさん、アルトさん、クマ、ありがとうございます。岩沢さん、結婚してギフト、ありがとうございます。ちょっと重たいな。ゆうちゃん、ありがとうございます。じゃあ53分なので先にランキング読みたいと思います。13位ひなたさん、12位キャパさん、11位ともゆきさん、10位 MJ さん、9位まじすかさん、8位ゆうちゃん、7位セリアさん、6位すけさん、5位のみみずさん、4位王さん、3位しばけんさん、2位あさかさん、1位 TK さん、ありがとうございます。ということで次の時間は23時45分からです。ちょっと髪の毛変える予定なのでね、またぜひ見に来てください。それでは15分はあっという間ですね。ということで終わりになります。この部ラストの部、23時45分にまた会いましょう。ではありがとうございました。終われないんだけど。あ、終われる。終わらないんだけど。